はーい、トムライです。今回ですね、こちらのトレジャースコフェス第1弾の方を、弾いていこうと思います。ということで、新規コアラが来ました。イエイ。まあ、ということで今回がですね、コアラと、カラスでモーリー、まあ、この3体が新規できているっていう感じですね。で、他にも、サンジとか、まあ、レイジュが来ているという感じです。まあ、ということで、まずはですね、まあ、少しだけさらっと、まあ、今回の新規のコアラとかカラス、モーリーをちょっと性能を見ていこうかなと思います。はい、ということでまずこちらコアラになりますね。あ、ハロウィンなんですね。うん、まあ、必殺技をちょっと見ていこうかな。わ、すんごい長文ですね。まあ、効果がですね、1ミにかかっている回復状態を、10ターン回復し、必殺は発動時、体力が満タンで1ターンの間、技属性、格闘、自由タイプのキャラの通常攻撃による属性、相性の影響を 2.5 倍で、それ以外の場合は1ターンの間同属性同タイプキャラの通常攻撃による属性相性の影響を 2.25 倍、さらに必殺技発動時1ミの最大体力が4万より多い場合、1ミの体力の上限を無視して体力を、3万回復と。で、1ミの、全体体力が4万以下の場合は、最大体力を、30% 増やし、体力の上限を無視して体力を、3万回復すると。まあ、なのでさっと見た感じですと、まあ、1ミにかかっている回復状態を10ターン、回復することができて、技属性と、格闘自由タイプのキャラの通常攻撃による、属性相性が 2.5 倍と。で、それ以外の場合は、2.25 倍になると。で、まあ、1ミの体力が最大体力が4万以上の場合は、まあ、上限関係なしに3万回復すると。で、まあ、4万以下の場合は、上限を 30% 増やして3万回復することができるので、まあ、体力が4万以下の方がいいということですよね。で、まあ、あとは、技属性とか、まあ、格闘とか、まあ、自由タイプのキャラと組み合わせると、まあ、属性相性とかも良くなるので、まあ、そのタイプたちと組み合わせるといいのかなと思います。で、まあ、戦長効果の方がですね、受けるダメージを 20% 減らして、まあ、技属性格闘自由タイプのキャラの攻撃スロット、一致の時、5倍になると。で、通常の時は 4.5 倍、まあ、なので結構火力が上がる、戦長効果になっております。で、まあ、同属性同タイプのキャラは、力と即属性のスロットも有利スロットになる。で、まあ、一味は必殺ターンを巻き戻しを10ターン回復と。まあ、これは、まあ、このギミックが来てたのはあれですね、まあ、ドレークとかの時の、あのヤマトとか来た時の、まあ、イベントであったんですけど、うん、途中で、まあ、10ターン巻き戻しされたりしたので、まあ、そういう時に、まあ、このコアラいるといいのかなと思います。まあ、続いてカラスですね。まあ、必殺技が1ミにかかっている封じしびれチェーンケース固定状態を5ターン回復して、1ミのお邪魔スロットを次スロットに変換し、敵全体にかかっている、状態を、5ターン減らすと。まあ、軽減状態ですね。まあ、結構ギミック対策になるような必殺技なので、まあ、決戦とか、まあ、イベントとかできた決戦イベントの時とかでも使えそうかなと思います。で、続いてモーリーですね。まあ、モーリーの必殺は1ミにかかっている戦長効果無効と、攻撃力ダウンでチェーンケース増加量低下状態を5ターン回復で、1ミの属性スロットを次スロットに変換し、敵全体にかかっているダメージ軽減状態を5ターン減らすと。まあ、なので、まあ、こちらも、カラスと同様、まあ、いろんなギミックが来た時に、まあ、いろんな対策ができるので、まあ、結構決戦とかでも使えるのかなと思っております。まあ、戦長効果は普通って感じですね。まあ、ということで、まあ、3体とも結構使えるキャラなので、まあ、誰当たってもいいのかなとは思います。で、まあ、30連目が酒場にいるキャラ確定なので、まあ、この5体の中で1体確定ということなので、まあ、とりあえず30連引いていこうかなと思っております。で、まあ、10連目が、まあ、とりあえず石が30個で引けるということで、まあ、ちらっと引いていこうかなと思います。まあ、ということでね、まあ、最近ちょっとガチャ運はあんまり良くないので、
まあ、ヤマトからあんまりガチャ運が良くないので、まあ、ここでちょっとね一変して、まあ、コアラ当てていきたいなと思っております。まあ、ということで早速10連目引いていきましょう。さあ頼むぞ。お、演出は良くない？いいんじゃない？演出いいよ。さあ頼むぞ、来い。カットイン1つ2つ、もう1個来い。よっしゃー、やったぜ。おー1枚目来た、ラッキー。1枚目から来ましたね。さあ続いて、おー2枚目、いいね。お、悪くないよ、10連目にしては悪くない。さあ1体目、来い。おー、いいね、レイジュいいよ。マジか、まさかの10連目の1体目でレイジュ来ました。うん、まあこれはあのね、トレジャー、次に来るトレジャーマップで頼りになるキャラなので、いや良かったですね。うん、引きとしては悪くない。よーし、さあ続いて2体目。おお、変わった、マジか。コアラ、エース。俺の親父は白ひげしてるだ、これも親父にしてくれ。まあそうですね、エースですね。まあでもまあ必殺技ちょっと微妙かな。まあ一旦スロット固定はまあ使えそうですけど、まあ他がちょっと微妙かなっていう感じです。お、いいね、この角あの海賊祭で結構使えるっていうのが聞いたんですけど、まあ結構いいんじゃないですか。まあ前回のあのなんだっけ、 CP0 が来た時に角ね、ラインナップされてたんで結構使えるんじゃないですかね。さあ5体目。あ、グラディウス。持ってないですね、これは。さあ次6体目かな。さあ、あーこれもゲットしましたね、前回。7体目。あ、いいね、波。この波かわいいね。さあ、あーかわいい。キャロットかわいい。キャロットかわいいよね。お、いや、さあ、うわ、あれだ、来い。うわー、ミホークか。同じ刀でも折れることはなかった。いや、まあかっこいいけどね、ミホークで。まあ持ってないのでいいんですけど、持ってないの、これ持ってないやつだよね。まあいいんですけど、まあできればね、コアラ欲しかったね。さあラスト、さあラスト1枚。あー、まあでも変わる可能性ある、赤。あー、レオー。まあ、10連目なんですけど、まあ、ラインナップとしては結構いいんじゃないかなと思います。まあ、レイジを当たりましたし、まあ、カクもいますし、で、まあ、他にも超すごいやつ2体出てるので、まあ、結構この、まあ、10連目は結構いい引きをしたんではないかなと思います。まあ、ということで、まあ、10連目でレイジ出たんですけど、まあ、どうせならね酒場まで引こうかなと思っております。まあ、ということで20連目引いていきましょう。頼むぞ、ここで。まあでも、まあ、酒場で、まあ、レイジュさえ被らなければいいかなと思います。ということで引いていきましょう。さあ、まあ演出としては悪くない、まあ先ほど同様悪くないですよ。ああ、まあまあ勝手に1つか。お、いいね、赤1つ。まあここでコアラ出てくれ、頼む。さあ頼むぞ。1体目、いいね、このゾロ持ってないですよ、20周年の時のゾロですね。さあ続いて、ああ、いいね、ナミね、セクシーですね。ビーマイバ、バレンタインか。さあ赤来い、来い。おー、泣きそう。いろんな意味で泣きそうです。うーん、この決闘もね、泣いちゃいましたしね、自分はボロ泣きよ、号泣でしたよ。まあなんですけど、まあいろんな意味でね、コアラ出なかったっていう悲しみもあります。まあでもまあでもこれは強いって聞いてますし、まあ助っ人とかでもたまに使ったりするんですけど、まあ結構使えるので、うん、まあこのルフィさんじゃ良かったかな。うん、さあトニーチョッパーアームポイントの時ですね。あ、これ Z の時のやつですよね。名前はビンズか。さあでキャベンディッシュ、これ持ってないですね。お、星5だ、進化できるかな。さあ、あ、また角、まあでもこの角は何点持っててもいいかな。うん、お、いいね、チョッパー、かわいいな。ちょっとでもなんか必殺技も結構良さそうじゃないですか。1ミにかかってるしびれやけど状態を5ターン回復と、で4ターンの間心属性の通常攻撃の
る、属性相性影響 1.75 倍なので4ターンできるのは結構強いですね。うん、あ、またチョッパー、もうかわいいかわいいできますね。さあ次ラスト、変わってくれ変われ、おー、ボニーボニーボニー。まあでもこれハロウィンのやつですね。まあ前回のそのボアハンコクとかの時にもラインナップで出てたやつですね。まあいいんじゃないですか。なのでまあということでラスト30連目なんですけど、まあ次の10連はこの酒場5体、まあ、この5体の中から1体、確定で出るので、まあとりあえず霊獣以外ならいいかなと思っております。まあということで30連目、運命の30連目引いていきましょう。さあ頼むぞ、運命の30連目だ。うわー、まあ演出、まあ演出ちょっと微妙だぞ。大丈夫かこれ。さあ1個2個、もう1個もう1個もう1個、うわーだよ。さあ赤赤赤、止まってくれ赤。うわマジか、1枚もない。ちょっと待てよ、お良い良いですよ、マルコだ良いですよ。まあなんですけど、そうですね、最後が赤じゃないとあれか、コアラ、サンジ、レイジは入らないのか。まあ金だったらカラス、モーリーの2体、どっちかですね。うわー、ここで決まってくるのか。まあ演出が微妙だったからな、どうだろう。うわー、ちょっと心配ではある。あれが赤ならばあの3体の中から確定なんですけど、金だったらカラスかモーリーって感じですね。まあ正直どれ当てても強いんですよね。お、いいね、タコアチブラスト、はっちゃん。さあ8枚目、おお、これバカンスのコアラですね。かわいいな、おい、かなんかコアラ最近かわいく見えますね。うん、さあで毒球ですね、これ持ってますだよね、ヒナ、これ持ってます。さあラスト頼むぞ、赤赤来てくれ、金金金金、あーカラスか。でもまあまあまあ、まあでもモーリーよりは自分的には結構使えるのかなとは思ってるので、まあカラス悪くない、うん、カラスは悪くないですよと。まあカラスは悪くないけどコアラ欲しかった。